人権守れ、オリンピックよりもコロナ対策を、改憲手続き法の採決を強行するな、 5.19 国会議員会館前行動を始めます。よろしくお願いいたします。雨が心配でしたが、なんとか持ってくれているようで、今日は署名もたくさん持ってきましたので、頑張って行動成功させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、被災者の挨拶を九条小砂実行委員会岸山直子さん、お願いいたします。お集まりになられた中野の皆さん、こんばんは。昨日菅政権は入管法の改悪強行を断念しました。座り込みも行い、入管法に反対し難民を支援してきた人たちの戦い、野党の国会内外での真剣な戦い、そしてネット上での呼びかけへの共感は著名人にまで大きく広がり、改悪強行阻止を実現しました。名古屋の入管施設で亡くなったスリランカ女性のウィシュマ・サンダマリさんの大好きな日本で日本語を学び、得意な英語を子どもたちに教えたいという夢を日本の入管行政は命とともに奪いました。この事実は私たちに、日本はこんな冷たい国や社会であっていいのかということを突きつけ、私たちに妥協のない戦いを促してきました。サンダマリさんの命を守ることができなかったことは絶対に忘れることはできません。死を絶対に無駄にしないという思いから戦いにみんなが立ち上がり、入管法の改悪を阻止したことの意義は大きいと思います。命に国籍はない、このような思いと戦いこそが武力ではなく平和を作り出す本当の力になるのだと私は確信しました。一方で命と暮らしを守るコロナ対策が目を覆うほどのデタラメの一方で、改憲手続き法を強行したり、パンデミックが引き起こす恐怖を利用した改憲を行おうとしたり、入管法の改悪やデジタル盗聴法など抜け目なく画策するところなど、菅政権はどこまで冷酷なのか怒り心頭です。立川総合病院の医療は限界、オリンピックは無理といった外壁に張り出されたアピールには多くの支持が寄せられています。今なお開催にこだわる理由は、ただただ利権と政権支持率の回復のためだけであり、人々の命と民意など全く眼中にありません。とんでもない政権ではありませんか。今年の2月17日の衆議院予算委員会で、菅首相は2日前に日経平均株価がバブル景気以来の3万円台になったことを受けて、アベノミクスなど経済再生を最優先にやってきた、3万円は目標中の目標だった、感慨深いと手放しに喜びを語りました。しかしその3ヶ月前の11月16日、渋谷のバス停でコロナ不況で路上生活を強いられていた女性が撲殺されるなど、女性の命が奪われ続け、そして3月6日にはスリランカ女性のウィシュマ・サンダマリさんが体調を崩し、治療を受けることなく亡くなりました。菅首相はそのような現実など全く見えていません。3万円の株価は女性や外国人労働者を不安定で劣悪な労働環境、雇用条件、そして低賃金で使い倒すことによってもたらされたのであり、外国人労働者の血を吸った3万円と言っても過言ではないのではないでしょうか。持てる者と持たざる者との格差のさらなる拡大など全く意に介さないという凄まじい冷酷さを私たちは許すことはできません。冷酷で人間不要の新自由主義のレールと
日米安保のレールから降りて豊かで平等で平和な社会を作り上げていかなければなりません。そして何よりも命と暮らしが大事だとみんなが実感しているさなかで、過去最大に膨れ上がった軍事予算5兆3422億円、何を考えているのか。その最大の要因は敵基地攻撃能力の獲得です。敵基地攻撃能力のための予算はワクチン開発や休業保障に回そうなとなんてひとかけらも考えていない政権は一刻も早く倒さなくてはなりません。私たちは政権交代と新しい政治の創出のためにもっともっと一つにならなければなりません。私たちは今こそ生きさせろ、尊厳を踏みにじるなと強くスクラムを組み直し、市民と野党の共闘をさらにさらにアップデートさせて、来たる総選挙を必ず勝利しようではありませんか。声を上げれば変えられる、戦い続ければ未来は変わる、諦めなければ勝てる、共に頑張りましょう。ありがとうございます。はい、山田さん、力強い挨拶ありがとうございました。それでは国会の中で私たちと一緒に戦ってくださっている議員さんが来てくださいました。到着順にご紹介します。ご挨拶をいただきたいと思います。はじめに立憲民主党から杉尾秀哉議員です。よろしくお願いいたします。お集まりの皆さん、こんばんは。天気が今一つ思わしくないんですけれども、こんなに多くの皆様が19日行動を集まりいただきまして感謝申し上げます。立憲民主党元ニュースキャスターでもあります参議院議員の杉尾秀哉が参りました。立憲民主党衆議院議員の猪木衆議院議員も一緒に参っておりますので、猪木さん、一言。いやいや、皆さんますます一緒に頑張りましょう。はい、今お話がありましたように、国会残すところあともう1ヶ月切りましたけれども、会期末まで大きく動き出しています。昨日はご承知のように入管難民法、政府与党が自ら法案を下ろす形で廃案になることが決まりました。本当に多くの市民の皆さんが私たち野党とともに行動していただいた、まさにそのおかげと感謝申し上げます。本当にありがとうございました。去年の検察庁法改悪に続く市民と野党の大きな勝利だと私は確信しております。そしてちょっと急分になりますけれども、先月の25日、4月の25日、私は今長野県選挙区ですが、長野の選挙区の参議院の補欠選挙、そして北海道の衆議院2区の補欠選挙、さらには広島の再選挙、この大事な大事な国政3選挙で私ども野党と市民の皆さんががっちり手を組んで、長野をはじめこの3つの選挙区とも勝利を収めることができました。本当にありがとうございます。市民と野党の共闘がこうして深まっていること、菅総理コロナ失勢もあって追い込まれているという状況がますますはっきりしてまいりました。こうした中で今日も実は参議院で憲法審査会、国民投票法、衆議院が通過した法案の今日は趣旨説明がありました。共産党の山添議員、そして社民党の福島党首、これからお話しいただきますけれども、今回衆議院で私ども修正案を出させていただきましたが、これは改憲への道筋をつけるものでは全くございません。国民投票に絡むさまざまな問題、あの7項目の不備、そしてテレビ CM 問題、さらにはネット外資規制、こうした問題をクリアできなければ会見を発議を絶対にさせないという、私たちはその強い強い思いで臨んでおります。今日もその意見表明をしてきたばかりでございます。
この憲法改正絶対に許さないために、次のこの秋までに行われる解散総選挙が最大の決戦山場となります。まず一日も早く新型コロナウイルス感染を収束させ、そしてこのデタラメな自民党政権、菅政権を一日も早く追い込んで、来たる衆議院選挙で我々野党勢力が勝利を収める、政権交代に結びつける、その今大きな大きな戦いの山場に差し掛かろうとしています。どうか皆さん、どうか皆さん、市民と野党の力、これまで以上にがっちりスクラムを組んで、何としても今のこの政権を倒し、政治を我々の手に、そして政権交代を実現しようじゃありませんか。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして日本共産党山添拓さん議員です。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党参議院議員の山添拓です。天気の悪い中、大勢の方がお集まりいただいていることに感謝を申し上げ、連帯してご挨拶をしたいと思います。すでにお話がありますように、昨日入管法の改悪案、政府と与党が今国会での成立を断念いたしました。市民と野党が共闘し、この議員会館前での連日の出頭、ツイッターでもなど世論が広がり、廃案に追い込んだ。みんなで声を上げれば政治は動かせるということをまた一つ証明したのではなかったでしょうか。あの名古屋入管で亡くなった三島三溜りさん、名古屋で葬儀が行われて私も参列してきました。ご遺族の妹さん、姉が大好きな国で誰にも見取られずに亡くなり、耐えられない思いだ。同じことが、そういう外国人が二度と生まれないようにしてほしい。この声に政府は正面から向き合うべきです。面会した上川大臣が謝罪の言葉すら述べなかった。異常ではないでしょうか。上川大臣はまともに答えろ。引き続きビデオの開示、私たち求めていきます。全権収容主義や司法審査のない拘束、厳しすぎる難民認定、これらを一掃して国際水準で求められるあるべき入管難民行政に変えていくために、引き続き一緒に力を合わせようではありませんか。この国会あと1ヶ月足らずです。しかしこの先もまだまだ問題のある法案が山積をしています。病床削減推進、あるいは高齢者の医療費2倍化、コロナの下で医療を充実させるどころか逆行するような法案を押し通そうとしています。基地や原発、その土地の周辺調査をかける土地規制法案、こんなものまで通そうとしています。そして国民投票法改正案、今日も憲法審査会が参議院で行われましたが、自民党議員が改憲をするべきだということを口々に述べておりました。74年経って憲法は時代にそぐわないんじゃないか、プライバシーだとかデジタル化に対応できないとか地球温暖化に対応できないとか、皆さんそれらに対応できていないのは自民党政治じゃありませんか。憲法のせいにするのはもうやめていただきたい。何よりひどいのはコロナにかこつけて菅総理をはじめとして緊急事態だと言って憲法に緊急事態条項を書き込まなくちゃいけない。コロナ危機に乗じて火事場泥棒的に改憲を進めようという議論が行われていることです。政府のコロナ対策がなっていないのは憲法のせいではありません。やるべきことをやってこなかったからじゃありませんか。ワクチンの大規模接種を始めたら
予約システムが不十分で、それを批判されたら防衛大臣とそのお兄さんの元首相がなぜか逆ギレをする、もう訳が分かりません。今求められているのはオリンピックを中止してコロナ対策に集中する、政治が求められる役割を果たすことではないでしょうか。皆さん、この間野党は国会の中で法案の審議や修正、それぞれ態度が異なることはありますけれども、大きなところでは一致してこの政治を変え向き合ってきました。それは何よりもあの安保法制、戦争法、立憲主義を壊すあり方、これを改めよう、その深いところで一致をしてきたからです。杉尾さんからお話があったように、4月25日3つの補欠選挙では野党が共闘して幅広い市民と協力をして全部勝ちました。皆さん、力を合わせれば必ず政治は変えられる、そのことをこの間いろんなところで共有してきました。だからこそこの国会も最後まで戦い抜いて、今度の総選挙で政権交代を実現するためにご一緒に頑張ろうではありませんか。私たちも全力を挙げる決意です。どうか皆さん一緒に力を合わせましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして沖縄の風、小原哲司議員です。よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。お集まりの皆さん、いよいよ日本はこれからどうなるのか、今日お集まりの皆さん、本当に昨日実は総務委員会で私この入管法の取り下げについて直前にニュースが入りました。法務大臣に聞きました。法務大臣が今の時点で入管法の取り下げがあったことを知ってますかと質問しましたら、知らないと。法務大臣に知らされてなかったんですよ。こんなことをやっている日本の政治が平気で人権を踏みにじる問題についてどれぐらい考えているのかということが明らかになったと思います。沖縄の風、本当に今ですね、沖縄の問題も多くあります。一緒に頑張りたいと思います。今日は伊波洋一参議院議員も一緒に我々の沖縄の風の代表でございますので、代表が話をすると思ってましたので申し訳なかったんですけども、これからですね、日本の憲法というのはもうずっと先を予想していた未来のための憲法であり、これだけは一点の曇りもないということを申し上げまして、皆様の今後の行動とともに一緒に野党の皆さんのお話もありました。そして日本的人権というのが世界で唯一初めて使われた日本国憲法ということを申し上げて、私皆さんとともに頑張ることを誓いながら全体のご挨拶に参りたいと思います。ありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございました。それでは最後になります、社会民主党の福島みずほ議員です。よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。紹介していただきました社民党参議院議員党首の福島みずほです。皆さん、昨日入管法改悪法案が廃案になることが決まりました。みんなの力が廃案に追い込んだんです。高校生、大学生、そして働く皆さん、この議員会館の前で何度も何度も座り込みをし、何度も何度も本当に集会をやって、たくさんの全国の皆さんもデモをやって集会をやって廃案を勝ち取りました。みんなが書いてくれるツイッターやフェイスブックや、そして国会議員に送るメールや電話やファックス、すべての力が廃案に追い込みました。入管法改悪法案、大改悪法案です。送還忌避罪、新たな犯罪設けて、難民認定3回目はもうできない、こんな法律ダメじゃないですか。廃案になったことをみんなで喜び合おうではありませんか。みんなの力が
廃案に追い込んだ。だから他の悪法も一緒にみんなの力で廃案に追い込みたいんです。皆さん一緒に頑張り合おうではありませんか。月曜日17日名古屋入管に行きました。三島さんの妹さんたち、遺族の皆さんたち、弁護団の皆さん、そして国会議員で交渉をしました。三島さんの遺族には三島さんが亡くなった居室は見せるけれども、国会議員と弁護士は保安上の理由から見せないと言われた時は本当に驚きました。こんな入管おかしいじゃないですか。そして遺族にすらビデオを見せないんですよ。今の時点で見せておりません。だから皆さんたちに言いたい、1つ目、野党がすでに参議院に難民保護法案を出しています。入管法改正法案を出しています。法案あるんですよ。だからそれを基準に新たな法律作っていこうではありませんか。そして2つ目、遺族のお二人が心から望んでいるお姉さんの死んだ理由を知りたい。ビデオを開示し、最終報告書をまともにし、真相究明していく、そのことを一緒にやっていこうではありませんか。国会は6月16日が会期末と言われています。でも重要土地規制法案、憲法改正の国民投票法案、まさに大改悪法案です。どうでしょうか。米軍基地、自衛隊基地、あるいは原発の周り1キロに関して、そこに住んでいる所有者沈着に関係者すべて調査の対象にする。ここの基地の周りは調査の対象と政省令で決めたら調査の対象です。内閣総理大臣はその機能を阻害する恐れがある場合には勧告し中止命令を出し、言うことを聞かないと2年以下の懲役、またはあるいは同時に200万円以下の罰金です。とんでもありません。こんなの基地反対運動、原発反対運動、監視行動に対するまさに弾圧ではないでしょうか。どんなことがあってもこの法案認めてはなりません。そして憲法改正のための国民投票法案です。皆さん今憲法改正やる時じゃないでしょう。自民党の言う憲法改正案、国民に義務を課し権利を制限する憲法ですらありません。緊急事態条項は内閣限りで法律と同じ効力を持つ政令を作ることができて、ナチスドイツが作った国家受験法と一緒じゃないですか。こんなもの絶対に認めてはなりません。だからみんなで力を合わせていこうではありませんか。沖縄南部の遺跡の遺骨の入った土砂を辺野古に作らないでほしい。そして今日はミャンマーの皆さんたちがまさに国軍による弾圧をやめさせたい、そんな思いで駆けつけています。だから全てのみんなの基本的人権がつながっている、そんな中で皆さんが頼りです。私たちは国会の内外でまさに力を合わせて命を踏みにじる、命を大事にしない、そんな政治をこそ変えていきたい、そう思っています。病床削減、この1年間で2万床以上やってきたんですよ。コロナ前で病床削減、この1年間で2万以上、そして今もこれから病床削減したら税金つける、そんな医療法改悪法案が国会にかかっています。75歳以上年収200万ですよ。2割負担倍にする、そんな健康保険法の改悪法案もかかっています。もうこの新自由主義やめましょうよ。社会保障を切り捨てるのやめましょうよ。防衛予算が教育予算よりも上回る、こんな政治を一緒に変えていきましょう。政治を変えたい、そう思います。皆さんたちと声を上げて入管法改悪法は廃案に追い込みました。みんなの力で政治を変えていく、そのことに
かけていきたい、そう思います。たくさんのうねりを、たくさんの思いを一緒に共有しながら、一緒に民主主義を、平和を、基本的人権の尊重を、命と暮らしを守る、そのことを一緒にやっていきましょう。全力で頑張っていきます。ありがとうございます。ありがとうございました。委員の皆さん、ありがとうございました。そして今日は全国から集まった救助を変えないでくださいという署名を委員の方々に託したいと思います。今日この場でお渡しできるのはなんと138,922です。コロナで大変な中、今までと同じような署名活動はなかなかできませんでした。これでもこんなたくさんの数が全国各地から、私も沖縄を仕事に紹介しましたけれど、全国各地から集まっています。この署名を皆さんに託したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。重い、ずっしり重い、雨の日も風の日もね、皆さんが頑張って集めてくれたのね、全身全霊で受け止めさせていただきます。はい、皆さんありがとうございました。それでは8,922の重みをぜひ皆さんで各所で確認したいと思います。よろしく、ありがとうございました。引き続き頑張りましょう。それでは、いつものことですが、お願いいたします。それでは先ほども紹介がありました、ミャンマーの関係で在日シビルな市民労働組合の民水会長さんがいらっしゃっていますので、この場でご発言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。福島さん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。在日ビルマ市民労働組合の民水と申します。なぜミャンマー人はこの集会に来ているのか、皆さん不思議じゃないんでしょうか。実は私も人間です。日本で住んでいる日本人だろうか、外国人だろうか、命は一本しかいません。だからこそ私この場に来てちょっと挨拶のことを言いたいと思います。テーマのより命と暮らしと人権、それを守らなければならない。私たち日本で長年住んでたんですけども、先生たちも言ってて、昨日入管法は廃案になって、私たち外国人としては嬉しくて嬉しくて、それを頑張ってた国会議員の先生たち、あるいは弁護士さんたち、あるいは国民の人たちに本当に感謝をしております。どうもありがとうございました。私たちミャンマーからも今いろんな大変なこと、皆さんご存知の通りと思います。この人たちミャンマー帰ったらどうなるのか、考えて考えても眠れないことはたくさんいます。私たちは本当の本当の人権を守らなければならないという決意が、ただ今と言ってもお前のミャンマーは人権あるのかということを聞かれるかもしれない。ミャンマーで2月にクーデターをされて、この時去年の11月に日本政府からそれは公平な選挙だと認めて、クーデターした後に何も言ってね、黙ってることはクーデターを日本政府として認めてるのか。私たちは不思議だ不思議だ、その質問を何度も何度も日本の NGO たちと何度も何度も聞いたんですけど、一応慎重に見てます、見てます、見てますということしか何も聞こえてない。本当に本当に平和ということを目指すであれば、
今の日本政府はミャンマーの出てたミャンマー国民統一政府を認めるべきではないでしょうか。どうだ。それでコロナ対策にしても私たちにも関係あります。なぜかというと私たちも命があるから。それで日本の政府の今のコロナ対策、これはオリンピックより大事大事でしょう。国民の命をどういう守るのかは考えなければならない。政治として経済は大事なのは分かるんです。ただそのいくらいくら持ってた経済があってもお金になっても万が一地震で崩れたらゼロになります。それを日本はもともと戦争に負けて、これをその人間、日本人のたち、昔の日本人たちは一生懸命働いて働いて今の日本の国は存在しているんです。そういう命を守らなければならない。オリンピックはどうでもいい、私はそう思います。そして日本の制度、もう一つ私は言いたいです。私は在日ビルマ市民労働組合、組合系です。今日本で果たしてた外国人技能実習制度、問題だらけです。これも廃棄しないといけない。去年の7月25日に一人の技能実習生が九州あたりで自殺をしました。ただし未だに真相はわからない。これで協同組合がミャンマーにいる家族ということを連絡取ったと。それで家族の任意で25日に亡くなって28日に火葬しちゃって、それはどういうことなんですか。技能実習生も人間です、命です。この命を守らなければならない。日本は今人手不足、言葉だけではダメです。ちゃんとこの制度を見直さなければ、あるいは廃止しなければならない。いろんなことで、いろんな現場で、現場の人たちの言葉をちゃんと調べないといけない。ただ国会の中でペーパーの上で書いてるだけでは現実と随分違うことになります。だからこそ私たち日本に住んでも一部は日本の市民一人として、私たちも日本と国を皆さん一緒に救ってあげたい。万が一私たちに必要であれば声をかけてください。私たち皆さん一緒に団結して働きますので、その場で皆さんと約束します。皆さんどうぞ、外国人の命も日本人の命も同じ命一本だけで、その命のために皆さんと一緒に頑張りたいと思いますので、どうぞ皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。本当にこちらこそよろしくお願いします。それでは続きまして、沖縄の関係で発言があります。平和を作り出す宗教者ネットの江上明さんです。よろしくお願いいたします。お集まりの仲間の皆さん、ありがとうございます。遺骨が含まれている土砂を辺野古新基地建設に使わせてはならないと、先月4月21日に行われた政府交渉院内集会で、戦没者遺族の方々が、これは人間の行為ではない、遺骨は国のものではない、戦争で殺され
掘削で殺され、また埋め立てで殺されようとしていると声を震わせて訴えました。この訴えで防衛省、厚労省の担当者の顔がみるみる真剣な顔になっていくのが分かりました。物言わぬ遺骨の魂の叫びを遺族の方々が代弁してくれました。宗教者共同宣言、戦没者の遺骨が含まれている土砂を辺野古新基地建設に使わせてはなりませんは、集約先の平和を作り出す宗教者ネットの事務局にこの1週間でも1000筆を超える署名が全国各地から届いております。とりわけ沖縄戦で、沖縄県に次いでたくさんの犠牲者を出した北海道から多く届いています。私たち政府の遺骨を含む土砂投入計画が断念されるまでこの署名活動を続けてまいります。さらに沖縄戦遺骨収集ボランティアガマフヤ代表の具志堅隆正さんが来たる6月23日の沖縄戦慰霊の日に向けハンガーストライキを沖縄糸満市平和記念公園内の平和の礎前で来たる6月19日から務めます。これは遺骨が辺野古新基地建設に使われようとしている事実を全国から集まってくる戦没者遺族に訴えるために行います。私たち宗教者も6月19日から23日の全日程を具志堅さんに寄り添い座り込みます。この集会の演壇の前で案内チラシを配布しますのでお受け取りください。また、玉城デニー知事が今提出されている、変更計画の不承認を発表したときには辺野古ブルーアクションと言って、不承認発表後の金曜日には総掛かり行動実行委員会と国会法議実が共催で18時半から官邸前集会を行います。沖縄県民集会との同時開催となりますので皆さんのご参加をよろしくお願いいたします。今日中野が、その案内チラシを配っておりますのでお受け取りください。今の政府は間違っています。政府の間違いを正していくのが私たちの仕事です。私たちは間違っていません。人の道に外れている国の間違いを正すためにも野党共同をさらに前へ前へ推し進めましょう。分裂すれば支配されます。沖縄と韓国の運動に学び菅政権を共同の力で退陣させ政府の間違いを正してまいりましょう。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後になります。行動提起を選任委員会の竹内博人さんお願いいたします。皆さんお疲れ様です。それでは最初に本日の参加人数を申し上げたいと思います。400人です。この、天候が不安定な中、ありがとうございました。それではもう時間も遅くなりましたし天候も不安定なので早速行動提起に入らせていただきたいと思います。明日、5月20日木曜日17時半から新宿駅西口で、総掛かりの凱旋があります。5月20日、木曜日17時半から、新宿駅西口です。そして6月7日の月曜日になりますが18時からこれはズーム配信になります。総掛かり行動実行委員会全国交流会、2回目になりますが、これが行われます。基本ですね、
YouTube での配信もいたしますので、総合係の YouTube チャンネルというのがございます。そこをご覧いただきたいと思います。で、参加の場合は各団体を通じて申し込んでいただくということで、ホームページ上にご案内がございますので、皆さんホームページの方をご覧いただきたいと思います。そして6月11日金曜日18時から有楽町糸島前でウィメンズアクションがあります。6月11日金曜日の18時です。有楽町糸島前でウィメンズアクション。そして次の19日行動です。6月19日土曜日、これ土曜日ですので14時からということにさせていただきたいと思いますが、ここで19日行動を行います。通常国会の会期末が6月の16日ですから、次の19日行動の時にはすでに国会が閉会になっていると思います。今国会ではさまざまな方ご発言ありましたが、非常に問題の多い法案が審議されています。入管法は昨日与党側が取り下げ廃案となりましたが、国民投票法案については参議院、重要土地調査法案については衆議院の審議が続いています。特に重要土地法案は日本国憲法29条で保障された財産権を侵害しかねない内容となっているばかりではなく、まさに私たち運動をしている者たちの思想心情に政府が勝手に立ち入る恐れがあり、運動への実質的な規制につながりかねないものです。廃案を求めて取り組んでいかなければなりません。次の19日行動までの間、私たちはこのように問題の多い今国会の審議をしっかり監視して引き続き声を上げ続けていこうではありませんか。そして今国会が終わればもう衆議院の総選挙まで間近です。最後になりますが、立憲野党の衆議院総選挙での勝利に向けて全力で取り組んでいくことを提起して行動提起とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれをもちまして今日の集会を終わりたいと思います。お疲れ様でした。皆さんコロナに気をつけて、また来月も元気にお会いしましょう。